はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、ちょっとまず明るくしようか。明るくさせていただいて、今回、呪術廻戦モッド、クジラ様のね、呪術廻戦モッドに、アップデートが、来まして、新キャラですね、新キャラが来たんですけど、ちょっと先にもう見ていただきましょう。はい、今回追加されたのはこちら、花見です。この花見なんですけども、クオリティがすごいんですよ。クジラ様のチャンネルの方で紹介動画は出てるんですけど、こちらですね。はい、かっこよくない？これまずもう見た目は、ちょっと重いんだよね。これ多分いろんなモッド入れちゃってるからかな。いろんなモッドって言っても呪術と鬼滅しか入れてないんだけど、多分ちょっと重複してるからいけないんだろうけど、この、花見、まずまあ見た目はもうね、もう言わずもがな、超かっこいいですよ。でさらにこの歩き方もやっぱりアニメーションなんだけど、こっからさらにかっこいいのが走るんですよ。でその走るのがかっこよくて仕方ないということで、ちょっと今回どうしようかな。誰だったら戦う、一緒に、伊之助とか戦うかな。ちょっと戦わしたいんだけど、伊之助戦わないか。じゃあちょっとモブバトルモッドで無理やり戦わせましょう。はい、多分ちょっと誰と敵対するかっていうのがちょっとよく分かってないからあれなんだけどね、ちょっと重いんだよね。さあどうだ、これ見て、みんな、これ走ってるの分かる？これ、あ、終わった、いろんな技も打つんです。そして私、花見の術式も使えます。やばいです、こちらやばいんだ。強くないですか、この花見さん。何やってるんですか、何遊んでますか、これ。何してるんですか。あ、かっこいいですね。時間経過とともにポロポロ取れていく。待って、これ多分消えただけだよね。なんか消された。ちょっと待って、じゃあ姫島さん行く。姫島さんとちょっと戦わせてみよう。さすがにヤシガニ。さあどうだこれ、一発が、いやでも多分、いやーそうです、多分やっぱり消えちゃっただけかな。でこのようにアニメーション皆さん見てもらったら分かるんですけど、攻撃エフェクトが超かっこいいの。あ、重い、大丈夫か、重いぞ、大丈夫か、いけ、殴れ。で攻撃するときにほらこうガッて襲いかかるような感じ。ちょ、あとでちょっと僕に殴らせてみようか。ワンパンマンモッド入れてるから、無敵のモッド入れてるんで。うわ、しかも見て、ほらアニメーション、木を打つときのアニメーションもさ、ちょっと手をクロスさせて開くみたいな、本当に原作さながらの技を打つみたいな感じよ。でさらにね、なんかね、名前なんだったっけな、その種をバッてやるやつあるんですか、あれ名前ちょっと忘れちゃったんだけど、あの技を打つと、ダメージはないんですけど、磁力を、相手の磁力を吸収っていうかね、減らす、なくすことが、なくすっていうかゼロにはできないんだけど、減らすことができます。はい、そういう技もあったりとか。いやー重いな、大丈夫かなこれ。ちょっとやっぱり同じモッド一緒に入れるとちょっと重くなってしまう可能性はある。さあそして、あ、この技か、この見て、このように木を相手にぶつけてダメージを与える。まあでもそんなにダメージは多分大きくない技なんじゃないかな。さあそして今のところ姫島さんと、まあ花見の今力がどれぐらいなのかっていうのをちょっと今チェックしておきたいっていうのがあるので。さあこれ木を無限に生成して家を作ることができますね、これ。いやぜひちょっと花見先生のちょっと家を拝見したいでございます。ああ、なるほど。これはなかなかの、デザイナーハウスといったところ。あれ、匠先生、これ不良、じゃあ、あれですよ。作り的にはかなり、ひどい作りになっておりますが、時間経過とともに、家がどんどん劣化します。なんだったら、1分単位で家が劣化していくんですか、花見先生。花見先生、これは大丈夫なんですか。問題になりますよ、これは。欠陥工事ですよ、欠陥工事。そう、欠陥工事が出てこなかった。さあ、そしてこれ、結構長い戦いになってるね、これ。で、ちょいちょいこれ重くなってる。皆様のパソコンはおそらく正常です。わかんない。壊れてるかもしんないけど、スマホもしくはパソコンは正常です。はい。ちょいちょいと、おっと、これ埋め込まれた！あー、さすがにそれはないか。閉じ込めるみたいなことはできないんだね。で、しかもこれさ、何がすごいってさ、この、姫島さんの場所をちゃんと認識、その敵の場所を認識してそこに向かって木が出ていくみたいな感じの技なんよ。それすごいよね。なんかその目の前にいきなり木がボンって出るんだったら分かるっていうか、それでもすごいんだけど、それじゃなくてその近くに木が出てきて、その相手に対してその木を、打ち込むことができるっていう。これなかなか、ね、こんなん、ね、M クリエイターやってたから分かるけど、こんなんめっちゃ難しい。消えた？どこ行った？花見しらん？てかめっちゃ重い。ダメだ。これ重すぎ。これちょっと待って。ダメだ。ダメっすね。動けない。動けないよ、これ。あら、どうしようかな、これ。
ちょっとモッド一つにしようか、これ。ちょっと鬼滅モッドと呪術廻戦モッド消して、あの、一応、オルカ様の呪術廻戦モッドも入ってんだよ。わー、でもこれアニメーションみんな見てよ、これ。かっこいいよね、これ。わー、勝ち取りたいって言います。今あの曲が聞こえてきそうな。すごい躍動感あるよ、躍動感は。ちょっと重いけど許してね。この躍動感ちょっと皆さんにお伝えしたい。ちょっとこれは飛んでちゃ伝わらないよ、多分。いや、これは僕自身が花見に殴られて躍動感を体験する方がいいか、これ。ほら、見て、ほら、走って攻撃するみたいな感じよ。いや、でもこれ、姫島さんと同じぐらいかな。ちょっと若干姫島さんがちょっと追いついてきたって感じだから、まあやっぱり決定的な、あの、とんでもない、あの、大ダメージ技ってのがないからね、基本的に通常攻撃と、あと木の技。うん、あの、他の呪連に対しては強いと思うんだよ。呪力を減らすっていう技があるから。でも、鬼滅の刃の場合はそんなのないから、そうだね、結果的には、姫島さんの勝利と。まあでも、ほぼ互角だからね。うん、これは花見普通に強いと思う。だから今後、呪術廻戦のキャラクター、まああの、対戦ってなると、ちょっと、これ重い関係で、あの、クジラ様のモッド VS、まあ、なんかの、あの、一個のモッドって感じになってしまうのかな。わかんない。このワールドが重いのかもしれないんだけど。まあ、ちょっとじゃあ、ちょっと今から、花見の術式もちょっと使ってみよう。ちょっとこれ重いので、ちょっと一回あの、モッドを減らしていきます。で、あの、この、クジラ様のモッドだけにしましょう。いやー、すいません。これね、他のモッド入れたんだけど、他のモッド外したんだけど、これこんな感じでちょっとやっぱり僕のパソコンと相性が悪いのかな、僕のパソコンとワンチャン相性が悪い可能性があるので、ちょっと今回とりあえず一旦この花見の紹介は今回ちょっとこの辺りにしときましょう。またちょっと原因が分かり次第、ちょっとまたそうだね、このモッドをちょっと使うって形になるかな。うん、ちょっとじゃあちょっと別の野郎、ちょっとこれ無理だ。はい。というわけで、最後になんですけど、なんかコメント欄の方でね、あの、いただいてたのがありまして、あの、オールマイトと、五条先生で、ちょっと戦わせてみてくれませんかっていうコメントがあったので、今回、ちょっとやってみたいなと思います。これが、特級呪術師の五条先生。まあ、こちらは、普通に、無加減が当たる五条先生ですね。そして、こちらヒーロー、オールマイト、いきたいと思います。さあ、私が来た体力は、まあ、オールマイトまさか、お前、戦えないというのか、こんな正義の味方とは戦えないと、なんだと、オールマイトマジか、てかごめん、なんか早く走れない、泳ぐ、はや、なんか飛べないんだけど。え余裕、待って、じゃあ、待って、少な。オールマイト、スクーナーだったら戦うでしょ、さすがに。戦ってくれるね、我らがオールマイト。さあ、行くよ。行くか、行かない、これは。でも戦いだしよ、しよし、いいぞ、オールマイト、これだ、これ、よしよし、いいぞ、オールマイト、かっこいいぞ。あー、領域展開てか、フォークの技のせいで、クリエイティブで飛んでもあれだ。お、どうだ、最後に、一撃食らわせ。おー、惜しい147、惜しかったですね。いやー、やっぱり、オールマイトは強かった。これやっぱり、ヒロアカ VS やりたいね。呪術 VS ヒロアカまた。前は確かね、ヒロアカが勝ったんじゃなかったかな。確か。だから、だいぶ呪術も変わってきたと思うので、ちょっと、ヒロアカ VS 呪術もちょっとやってみたいなと思います。はい、というわけで、今回は、新特級呪霊というかね、マイクラでは、初実装ではないんだけどね。あの、一応、別のモッドであるんだけど、クジラ様のモッドで実装された、花見が追加されましたので、どうなんだろうな、ちょっと僕のパソコンの容量っていうより多分相性が悪いのかもしれないんですけど、まあちょっと、あの、もしね、ああいうラグというのかわかんないけど、でもクジラ様の方は大丈夫だったからな、ちょっと多分僕の方の問題かもしれないんですけど、まあ、あの、なんか治ったら、また、その対戦とかね、させてみたいなと思います。はい、というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあお疲れ様です。バイバイ。